山です。それでは36週目の見通しを材料から追っかけてみようかと思います。36週目は9月の2日から6日までの5日間です。アメリカの方でね、金利を下げていくよっていうふうな宣言があったのが先月のことですけども、9月に利下げをするということを何度も明言されてましたね。まあそういったことを考えると、材料の背景に 円高の方向に向かっていくってことが、一つ、基本と考えられます。それと、日々出てくる材料をどう噛み合わせていくのか、この辺が9月のポイントになると思いますね。えー、それでは9月の2日、月曜日なんですけども、早速アメリカが休場です。こういった時は、積極的にトレードするよりも、基本的には、まあ、月曜日、待ちの姿勢がよろしいかと思いますね。まあ、そもそも月曜日と金曜日は、トレードにあまり向かないということで、 カー水木で安定して利益を出している方が月曜日とか金曜日に打って出るってことはありますけどもまあカー水木でねまだ勝ち越せてない方は月曜日は観察するに留めておいたがよろしいかと思いますまあそういった前提もありますねはい日本からもちょっとした材料出てますねで月曜日はそのまんまずっと進みまして火曜日になります火曜日は午前中に派手な材料はありませんそのまま進んでいって 夜、ISM の景況指数がアメリカから出ております。えー、ここで一つね、大きな山ができると思いますので、月曜日に観察、火曜日にトレード、こういった一つのくくりを設けていただきたいかなというところですね。えー、そして、水曜日、ISM で、えー、新しいマーケットができた後、えー、それから基本的には、うん、円高の方向に向かう、つまり、下の方向、セルの方向に向かうことを前提に考えていくわけですけども、水曜日は、 これといって大きな材料がなく、そのまんま終わっていきます。で、木曜日に入るわけですけども、木曜日も派手な材料はありません。え夜の方にね、ADP の雇用統計がありますので、ここまでをまとめると、月、火で一つのマーケット、水木で一つのマーケットという形になります。えさらに ISM の総合も出ますんでね、金曜日や金曜日単独でマーケットが存在するってことになりますが、まあ、あの、お話した通り、金曜日ってのはね、 え、雇用統計もありますし、その他金曜日ってのは独特の動きをすることが考えられますので、えー、金曜日はね、月曜日と同じく観察に留めておくってことがよろしいかと思います。はい、これが全体の流れですね。えー、月火、水木、そして金曜日は観察ということになるかなと思います。今回は以上ですね。